挨拶のストリームパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日はこちら呪術廻戦最新201話までの内容を含みます。単行本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そしてまだ見ていない方はこちらの動画を見てからこの動画を見てください。本日の動画はこちら、賢者の目的、これを考えていきたいと思います。まあ、考えるって言ってもね、まだ情報があまりにも出ていない。まあ、出てはいるんですけどいっぱい。ただ結論に結びつけるための情報がまだ出てきていないので、今現在明らかになってる情報、これを天元情報、賢者情報、そして最新話の情報とまとめましたので、これを振り返りながら頭の中を整理して物語を読めるようにしたいと思ってます。まず一番上は天元情報っていう風に書いてるんですが、この天元情報は17巻で書かれるものになりますので、順番に追っていきたいので、まずは賢者情報16巻からですね、入っていきたいと思います。真ん中から、まず賢者から出た情報、これはつくむうきが参戦してきた時に、覚えているかな、世界から呪霊をなくす方法、どんな手段を取るにしろ人類を一つ上の段階へと進めることになる、人類のネクストステージ、それは呪力からの脱却だよってつくむうきが言ったことに対して、賢者は違う、呪力の最適化だとつくむゆきの意見を否定しました。ただつくむゆき曰く、この呪力の最適化のプランには大きな欠点、穴があると。この賢者が掲げる呪力の最適化、これをするためには天元の結界が必要不可欠になると。天元の結界は日本全土にね及んでいるため、その結界を利用する、それすなわち術師になるのは日本限定になる。つまりそれをしてしまうと、呪力というエネルギー、これを日本が独占することになり、他の国はもちろん中東諸国が黙っちゃいない。生身の人間がエネルギー源なんだ。どんな不幸が生まれるかは想像に安いだろう。現在の最新話の展開、これがもうこの時点で布石として書かれております。それをつくむうきが指摘した時に、賢者は、ははそれがなんだ、そもそも目的が違うんだと、このつくむうきのこの海外から狙われることに対して嘲笑っております。どうやら賢者はこれが目的なのではなく、これをした先の何かを目的としているものかと思われます。そして賢者は、私は呪霊のいない世界も牧歌的な平和も望んじゃいない。非術師、術師、呪霊、これらは全て可能性なんだ。人間という呪力の形のね、だがまだまだこんなものではないはずだ。人間の可能性はそれを自ら生み出そうともした。だがそれではダメなんだ。私から生まれるものは私の可能性の息を出ない。答えはいつだって混沌の中で黒く輝いているものだ。ということで、ここで賢者は渦巻きによって抽出した無意天変を遠隔で発動し、今まで自分がマーキングしていた非術師、この非術師の脳をいじって術式を覚醒させた。さらに呪物を取り込ませていたものは強度を強くした。そして呪物たちの封印を解き、受肉をさせた。これによって死滅回遊の基本的なプレイヤーの2種類の非術師、1、板取雄二のように呪物を取り込ませたもの、2、吉野純平のように術式を所持しているが脳のデザインが非術師のもの、これによって死滅回遊がスタート。続きまして天元情報ということで17巻、では賢者について語ろうかということで、あの子の目的は日本全土を対象とした人類の進化の共生だと。ここで天元があの子と言ってることで、天元と賢者はおそらく何かしらのつながりが過去にあったのかと思われます。まあ、天元はね少なくとも1000年以上生きてますし、賢者も1000年以上少なくとも生きてると思われるので、呪術伝説平安の時代とかからのつながりがあるのかもしれません。そしてこの日本全土を対象とした人類の進化の共生をさせるため、賢者が取る進化手段は人類と天元の同化。本来天元は過去編でも書かれていたように星晶体としか同化はできませんけれども、12年前に同化が失敗して、まあ天内リコが死んじゃって失敗してからは天元は進化してしまってると。今の天元だったら星晶体以外と同化もできなくはないと。そして本当に人類が進化し、その中の一人でも暴走してしまった場合、日本の1億人分の汚れが世界に流れ出る、渋谷事変で起きたような東京23区壊滅のような状況が世界で再現されてしまうと。だったらそもそも人類と天元同化しなきゃよくないっていう風に思うんですけれども、ただ12年前に同化に失敗して進化が進んでしまった天元は、現在人間よりも呪霊に蘇生が近いということで、呪霊操術の術式対象、つまり賢者に操られてしまう可能性があると。だから護衛してねっていうことで長宗とつくもが残ったわけです。そして死滅
会をやる目的は同化前の鳴らし。今の天元は星晶体以外と同化をした場合、不可能ではないけれども現時点では高確率で不完全なものとなる。だから死滅会を行い同化前の鳴らし、まあ、準備を整えて人類と天元を同化させたい。今現在だと失敗しちゃうかもしれないから死滅会をやりましょうねっていう流れになってます。そして最新201話、さっきご説明させていただいたこの賢弱情報でつくむうきが危惧していた磁力の最適化、それをするためには天元の結界が必要不可欠。そうすると術師になるのは日本の人間限定。そうすると磁力のエネルギーを日本が独占することになり、生身の人間がエネルギーだからこそ海外から人間が狙われるかもしれない日本の。それに対して賢弱はそもそも目的が違うんですよっていう風に言っていた。それを踏まえて最新話を見ていきますと、賢弱はむしろ自分から海外をそそのかしている。そもそも海外にですね、日本がそういう状況ですよ、エネルギーが取れますよっていろんな各国に言っていると。でさらにね、賢弱は米国のみならず中国や他の国々とも会合していそうなので、様々な国に日本から磁力っていう新しいエネルギーが取れますよ、このままだと他の国々に乗り遅れちゃいますよと自分からめちゃくちゃ煽りに行っている。その結果今行われそうなのが呪術師狩り、術師 vs 非術師の構図が出来上がりそうと。ここに関しては昨日の動画でこのようなコメントもいただいております。軍隊によって呪術師がやられるってことは磁力以外で殺される、死後呪いに転じることがあるってことで、その例として直哉さんの話があった、呪霊になったら術師だった時より強くなってたし、世界に何かするってよりは世界の軍事力を使ってコロニー内のレベルを上げるってのが賢弱の目的ってことなのかな。こちらも面白い意見。ただね、今現在その807人の軍隊が東京大師コロニーに来てると思うんですけれども、その軍隊は単純にその武力、銃とかね、そのミサイルとかそういうものを持っているのか、そもそも術師や呪霊もいるのでその対策として呪具を使ってくるのか、まだそこは分かっていませんけれども、もしこの非術師軍隊たちがですね、呪具とかではない通常兵器を使ってくるならば、直哉が呪いに転じたようにこの中の術師たちも呪力で殺されなかった場合は呪いに転じるかもしれない。その前準備、前置きとして直哉くんは使われたかもしれない。確かにね、納得もできる面白い意見。賢弱は海外に術師を流すのが目的ではないのは第一として、今まで現代で起きていた個人対個人の呪術戦ではなく、平安時代など古来日本に団体対団体の呪術戦が存在して、それを混沌と呼んでおり、その状況を現代でも作りたいのかなと思いました。そしてその呪術師の軍隊を自身のために最適化するとか、はい、こちらも面白い意見。僕も昨日の動画で平安時代の呪術全盛の時代がどんなだったかわからないけれども、その時代もおそらく術師 vs 非術師、まあ、その時代は鉄砲とかでなく弓だったりするかもしれないんですが、そういうことが呪術全盛の時代で起きていた。その構図を現代で再現したいんじゃないか、そういう構図で戦わせることによって生まれるものが何かしらあるのかもしれないと。それをより現代の技術で再現することによって可能性を追求しているパターン、これも面白いですよね。賢弱が以前前に対して術師相手に通常兵器を使うことを称賛していたり、序盤の方で伊地知さんが呪霊の階級を通常兵器に例えたりしてるところが気になりました。はい、まずは昨日もお伝えさせていただきましたが、渋谷事変の最後で舞が賢弱に狙撃銃を使ったっていうことで、それに対して賢弱は私も術師相手であれば通常兵器は積極的に取り入れるべきだと思うよ、このセリフはもしかしたら今回のこの構図につながるかもしれない。さらには一巻の最後で分かりやすいように対呪霊に対して通常兵器が呪霊に有効と仮定した場合ということで、特急クラスター弾での銃弾爆撃でトントン、1級準1級戦車でも心細い、2級準2級三段銃でギリ、3級拳銃があればまあ安心、4級木製バットで余裕。この例えがちょっとね繋がってくるような気もする。ただ確かにね、通常の兵器だった場合術師には効きますけれども基本的には呪霊には効かないので、そこがこの後どう描いてくるのか、もう術師だけで呪霊は全然描かれないのか、そこは分かりませんが、大まかな流れとしてはこのような感じになっております。まあ、呪術回戦が世界規模になりいろんな情報が出てきて、ちょっと頭がこんがらがりやすいということで、一回ホワイトボードに情報をまとめて皆様にお伝えさせていただきました。ぜひ皆様の意見や感想、考察も下のコメント欄で教えてください。そもそも天元の成り行きが一番気になるよねと思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。